べきプロドリ第一戦は福島県恵比寿サーキット、そして賞金ドリフト初のお立ち台はこの3人。それでは3位から順にその走りを見ていこう。ライト先頭から激しいスライド、気合い十分、もうエンジンが壊れる寸前の状況の走り。決めますね、手塚見せる走りに入ってますね。これは自分の中ではベストを出してきたんじゃないですか。そうですね、もう今までの中では最高だったように見えます。予選よりも全然いい走りになってますよ。この選手はもう稲田さんがノーマークと言ってましたけども、ノーマークの中で素晴らしい走りを見せてます。いや今のは完璧に完璧にね、完璧に近い状態で決めてくれますよ上野。決勝戦かなり力が入っております。ここスピンしませんね。かなり攻めております。これはどうなんでしょう。もうね、はい、今のもね、非常にね、あいつの場合はね、今村の場合高いレベルで安定させるができる、そうですね。